京都競馬場京都競馬場、あるいは単に、淀と、通称される。1925年12月1日に、現在の地に開設され、大規模な改修工事のために2023年まで、競馬開催は行われない。京都競馬クラブも参照。京都競馬場付近の航空写真南東側を流れる、川が、宇治川の、玄華道。 宇治川付け替え以前は北側に宇治川の旧稼道、南側から西側に、小倉池の排水路が流れていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成京都競馬場付近の空中写真。障害コースと3から4コーナーの形状が現在と異なる。1987年撮影の2枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成競馬クラブ時代後半 -1937 年京都競馬場のメインスタンド中央に見えるポールは信号機用競馬クラブ時代後半京都競馬場の初脇画像は遮断網が上がっている状態中央の白い箱はスターター台遮断網が前後にあるのは 馬の逆走を防ぐため、移転当初の京都競馬場は、敷地約10万坪、一周1600メートルの走路と、スタンドや勝馬投票券発売所、旧車が建設された。小倉池の排水路跡、足島日田西端部の沼地のような地盤に作られた、こともあって、非常に、馬場状態が悪かった。このため、馬場に畳床を敷き詰めて改良した逸話がある。しかし、 競馬場へのアクセスが良く、1929年の秋6日間の開催では、354万円の勝ち馬投票券を売り上げ、当時の競馬場で日本一の売り上げとなった。1936年には、鉄筋コンクリート製の収容人員2万5千名を誇る大スタンドが竣工したが、戦時中の金属回収によって屋根が撤去され、 1958年に復旧するまでスタンドのほとんどに屋根がなかった時期がある。芝コースは第3コーナーで内回りと外回りに分岐し、第4コーナーで合流する。第2コーナーの奥にはバックストレッチに連なる長い引っ込み線があり、1600メートルや1800メートルでは奥深い地点からスタートする。最大の特徴は第3コーナー付近にある坂で、 高低差は4.3メートルある。起伏があるのはこの部分だけで、他は直線も含めほぼ平坦となっている。BCD コースは A コースから直線4、7、10メートル、曲線は3、6、9メートル外側に移動策を設置する。ダートコースの一周距離は東京競馬場に次いで大きいが、直線は阪神競馬場や新潟競馬場よりも短い。 芝コースと同様に、ダートコースも、第3コーナー付近に坂が設けられている。これ以外はほぼ平坦である。障害コースは、平地と同様の順回りのみで、第3コーナー手前から2つのコースに分岐する。内側を通る、ハイジャンプコースは、京都ハイジャンプと京都ジャンプステークスでのみ使われ、高さ0.8メートル、幅15.9メートルのバンケット障害がある。 新山ゲート、ステーションゲート、新山ゲートと、ステーションゲートがある。1999年に完成したスタンドである。指定席がある。パークウィンズ時も発売する。ユマカシートは1000円、L テーブルは1000円、1テーブル、ラウンジシートとボックスシートは500円ネット予約の、指定席の引き換えは、予約指定席、引き換えカウンターで行う。他にも、シグネットホール、 メモリアルロード、総合インフォメーション ATM、三館馬、ホール、ファーストフードプラザキッズルームなどもある。2011年1月5日より、京都競馬場内の分煙化に伴い、喫煙ルーム、灰皿のある場所、喫煙エリアを除き、館内、館外問わず禁煙となった。勝馬投票券は、107号投票所のみくじ20分から17時まで、発売、払い戻しが実施される。 京都競馬場スタンド風景1980年完成。1994年の改修工事により5階6階の馬主席及び指定席エリアがガラス張りになった。指定席として次の種類がある。2015年第4回開催より1階に馬女スポットが設置された第4回開催から2015年第3回開催まではビッグスワン6階にあった。 1>, 1階から5階までは2011年1月5日より、6階は2011年10月8日より、喫煙ルーム、灰皿のある場所を除き、館内、館外問わず禁煙となった。築40年が経過し、老朽化が著しくなったことから、2020年からの全面改造工事で一度取り壊され、新しいスタンドに改築される予定。改築後は、地上6階建ての鉄骨製。 延べ床か6万千平方メートルのスタンドとなる見通し。ゴール前に設置されているターフビジョン、東京競馬場に続いて、京都競馬場においても、ゴール側、4コーナー側両方のターフビジョンを、ハイビジョン対応、マルチ画面のターフビジョンへ更新することが発表され、22億8000万円を投入し、2007年10月の開催に向けて、 走行期間約10ヶ月の工事が行われた。受注元は東芝ライテックである。10月1日に内覧会が行われ、10月6日に本格運用が開始された。また、パドックにあった屋外表示装置も更新した。ゴール側のターフビジョンのサイズは縦10.8メートル横64.0メートルの画面サイズ691.2平方メートルと以前の 約3倍であり、住之の絵協定場のボート君を超え、川崎競馬場の川崎ドリームビジョン、東京競馬場に次ぐ世界最大級のマルチ画面、ターフビジョンとなった。スクリーンからスタンドまでの距離は東京競馬場よりも近いことから JRA では世界一の迫力と広報している。また、デジタルハイビジョンの映像と、 最大3画面のマルチ出力による多彩な情報が可能となっている。新設記念ポスターには、韓国の K1 ファイターのチェホンマンを起用していた。その際、ポスターでは、縦5チェホンマン、横29チェホンマンとのキャッチコピーが付けられた。また新ターフビジョンをアピールすべく、ターフビジョ N というユニットが結成された。メンバーは、岡部玲子、藤川京子、 無車7の3人である。喫煙コーナーの設置や、現金自動預け払い機3台の設置工事なども行われ、9月29日から ATM が稼働開始された。なお、中京競馬場、阪神競馬場の ATM は、理想な銀行設置のものであるが、東競馬場の ATM は、E n ネット設置の ATM。場内では、ミニ FM 放送で、 各放送局の音声を送信していたが、2016年、第2回開催をもって、サービスを終了した。なお、周波数は、以下の通り。自動車を、約8000台を収容できる、駐車場を完備している。駐車料金は、京都競馬開催日は2000円、パークウィンズ時は1000円である。また午前10時までに駐車すると、それぞれ500円に安くなる。 タイムサービスを実施している。バイクは無料で駐輪場を利用できる。一部の駐車場からは、京阪バス男山営業所による駐車場と2つのゲートの間を結ぶ無料シャトルバスも運行されている。京都競馬場と淀駅を結ぶ連絡歩道橋、京阪本線、淀駅から連絡歩道橋で約2分。及び京都京阪バス、京阪,バス阪急バス。 京都市バス、京阪淀,淀駅停留所から徒歩で約5分。京和開催日及び場外発売日には、西日本旅客鉄道東海道本線、山崎駅と阪急京都本線、西山天皇山駅から、京阪バスによる臨時バスが運行される。2017年2月25日の京阪本線ダイヤ変更より、京和開催日及び場外発売日には、 上り急行及び下り快速急行が淀駅に臨時停車する。また淀ド橋淀ド館及び淀で町流の急行が土曜休日ダイヤで設定されている。またレースの規模によっては淀三条の臨時沸通や淀中野島の臨時急行が運転されることがある。名神高速道路大山崎インターチェンジから4トルまたは ケージバイパス組山淀インターチェンジから 2km。1月から2月、4月から5月、10月から11月の年間後開催45日間。非開催日は馬鹿場外発売、パークウィンズとして機能する。2010年から2011年は、中京競馬場がババ、馬場スタンドの全面改修工事に伴う振り替え開催を行うため、2010年は、 通常の開催時期に加え5月下旬6月中旬にも開催して年間6開催48日間となった。2011年は通常の開催時期に加え5月下旬と7月4週分を開催して年間6開催52日間となる。2012年から正式に中京開催と関西主場の開催時期の入れ替えが行われることになり、この開催は 前年同様、通常の第3回より4日延長の12日開催となった。2009年は4から5月の開催を通常より30分ほど遅い時間帯で実施していた、2010年から東京優春開催日のみ、白母開催としている。なお2011年については、東日本大震災発生に伴い、関東地区の節電を考慮するため、 通常の時間帯に戻して開催している。2002年10月にスタートした JRA が主催、運営する組織。メンバーには会員証が発行され、来場ごとに加算されるポイントを商品に交換できるなどの特典が与えられる。2006年4月22日より、スワンメンバーズと名称が変更されたが、2014年12月28日をもって、 活動を終了した。1969年に立党トレーニングセンターが開設されるまでは競馬場で調教が行われていた。出展、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、京都競馬場2019年6月24日に日本中央競馬会は2025年に予定される会場100周年記念として全面的な大改造工事を行うと発表した。 工事期間は2020年2月から2024年3月。主なものとしては以下の通り。この改修に伴い、現行の京都競馬場は2020年11月1日をもって開催を終了。2023年3月まで閉鎖される。閉鎖期間中の開催については、2020年11月中は阪神競馬場で実施する。2021年は、 平年の1回京都と2回京都前半及び3回、京都5の12日は中京競馬場、2回京都後半と3回京都1の4日と4回、京都及び5回京都は阪神競馬場で大体開催され、通常京都競馬場で開催されている GI 競争については全て阪神競馬場で実施される予定。ただし、閉鎖期間中も、 ゲンビックスンにおいてのパークウィンズとしての機能は行う。同競馬場で2014年11月30日に行われた軽半杯のレース前にゲートに誘導していた同競馬場の発送委員が出走予定だった15番馬ローブキサージを早くゲートインさせるため無知で必要に応出し、同馬はトラウマから2ヶ月レースに出られない状態が続き、競馬雑誌でも問題が取り上げられた。 京都府警交通機動隊の新隊員訓練が同系馬場の広大な駐車場を用いて行われる。ありがとうございます。